みなさんこんにちは日本の大学全部行った男山内泰二です共産留国の閉館校はどこがいいかという話をしたいと思いますこれは主に京都府と滋賀県の受験生の皆さん、まあ、みんなあの京都でどういう大学行きたいかという時にまあ同志社立命館もちろん憧れですそれから京都産業大学留国もちろん憧れです女子だと 京都女子同社女子子同社もちろん憧れです。ということで京都には優れた私立大学いっぱいあるんですがここで問題なのがじゃあ京都産業大学と龍谷大学の平和校どこなのそこ以外で文系の私立ってどこがいいいのっていう時にこれは結構悩ましいんですよね大阪の人であれば雪南とか大手門学院とか桃山学院とか大阪経済とか結構ですね ななかなかこう渋い輝きを放っている魅力的な私立大学総合大学があるんですが京都でちょっと課題なのはこの龍谷や共産みたいなたくさんの学部を持っている総合私立大学というのが意外に限られちゃってるんで,す、ね、でまあ実際どこ併願したらいいんだろうということで、まあ、悩ましいんですけどえまず仏教大学どうかと。 仏教大は京都の人には「三金物流」って言われてるぐらいで龍谷とか共産に全然負けない名門校なんで決して平安とというううのはどうななんんだろうってとこなんですね。ただし仏教大学って文学部と社会学部と社会福祉あとはまあ医療系っていうふうに要は経済経済・営・法・国際、そういった学部を持ってないんですよ。なんで そっち方面に行きたい人は仏教大は伝統校でいいんだけど学部が偏ってて入りたくても入れないんですね悩ましいということで実は仏教大学って必ずしもばっちり平安校ってわけにいかないんですねそれなりに難関だしということでそうすると次どうしたらいいんだ全国的には知られてませんがまあ京都で割と個人的にいいなと思うのは京都立花大学でしょうね山科のでここは経済学部経営学部持ってますやっぱりここポイント あとはやっぱり京都ででであんまり限られてるすすねね工学部です、ね、京都産業大ってバイオとコンピューターはあるけど工学部持ってないし龍谷の工学部滋賀ですから実は京都で工学部ってあんまり出統こなかったんですけどこの度京都立花が作ったのでまあコンピューターと建築だけではありますがしっかり大規模大学の併願校になる可能性があるあとは教育英語医療系など京都立花大学。 が、まあ、結構いいい位置につけてるかなと思いますねどんどん新しい校舎も建ってて、まあ、華やかな感じだしただまあ何回も行ったんですけど交通の便が悪くてですね地下鉄の最寄り駅から15分山登りするのはあれだけなんとかしてほしいと個人的には思いますね、えー、京都駅から直行のバスも出てるんですけどねということで正直交通の便悪いんですが京都立花とあとどこかいいかうーんまあ大谷大学でしょうね まあ文学しかなかったんですけど、まあ、社会国際教育とどんどん学部増やしまして特に教育に関しては、まあ、仏教大学もあるんですが国際学部は仏教大学作ってないんで、まあ、大谷割と悪くない京都立花に国際英語ありますが龍谷、まあ、共産の外国語国際系の平願校としては、まあ、大谷大学入ってくるでしょうね。で大谷大学は、まあ、京都って意外に交通の便が悪い大学多い中で地下鉄の駅の真上にありまして北大路。 非常に交通の便良いのでまあ大谷大は割とありですね。ということで大谷と京都立花、まあ、分野によって仏教であとは京都先端科学大学が経済経営を持ってますし亀岡から交通の便のいいところに引っ越してきましたでまたあの新しい理事長がめちゃくちゃやる気のある熱意のある人なので、まあ、京都先端の文系の学部も挑戦する価値はあるかもしれません。 あとは文学学部系だと花園大学ですねここはあの京都の町の中にあって、まあ、文学と社会福祉。ということで龍谷と共産の平願校としては、まあ、京都立花仏教大大谷花園京都先端という結構ですねマニアックなメンツなんですけど、まあ、どこも京都では伝統のある良い学校です。ということで、まあ、主に京都府や滋賀県の人を中心に、まあ、平願校を探し参考にしてください。頑張ってください。ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。